はい、皆さんこんにちは。今週の土曜日はトミカの発売日なので、11月発売のトミカをチェックしていきたいと思います。まずはこれだね、ナンバー64の 488GTB だね。さすがフェラーリの人気モデルっていうだけあって、この初回特別仕様のイエローはオンラインショップのほとんどのお店で予約受付が終了しちゃってるね。発売日当日はオープンと同時に在庫切れになっちゃうんじゃないかなと思います。だからちょっと早くお店並びに行かないといけないね。で、次のモデルはこれだね、広島電鉄だね。このモデルはむしろ発売日じゃなくても買えるかもしれないね。で、他のモデルはこれだね、ドリームトミカライドオンのピカチュウ&モンスターボールカーだね。これは限定商品じゃないけど、ポケモンが絡んでるからちょっと人気になるのかな。でも在庫切れになってもまた入荷するから大丈夫かと思います。で、他のモデルはこれかな、ドリームトミカのハローキティリンゴを運ぶ車だね。これも安定して買えるかなと思います。で、次はこのトミカプレミアムだね、スバル BRZ の。このモデルはぜひおすすめの1台かな。形だけじゃなくてこのプリントのデザインとかもすごく綺麗かなと思います。で、これも在庫切れに一瞬はなるけど、多分また普通に買える商品だと思います。で、これだね。で、新しいシリーズのトミカプレミアム RS だね、ランボルギーニカウンタック LP500S だね。これもオンラインショップの予約状況を見てると、ほとんどの店で予約を打ち切ってたね。だからそれだけ人気なのかな。で、定価も3500円超えてくるから結構な高額商品だね。で、次はこれだね、トミカワールドの JAF のビッグレッカー車だね。これも人気になると思うけど、まあ、これも普通に買えるかなと思います。若干クリスマスシーズン絡んでくるから在庫切れるかもね。で、その他のところではトミカ幕末コレクション坂本龍馬トミカだね。これは書店限定だけど、オムニセブンもイーホンの両方ともネットショップでは予約が打ち切られてたね。在庫切れになってました。スプリンタートレノってやっぱり人気なのかな。でも発売日直前になるとまた予約復活するかなと思います。で、トミカショップオリジナルのペンギン運搬トラックはもう11月1日に発売されて、オンラインショップでは品切れになってるね。トミカショップでは普通に買えるね。で、今週の土曜日発売のトイザラスオリジナルのカートプロードスターだね。これは 488GTB と一緒に手に入れておきたいモデルかと思います。このモデルはまだトイザラスのオンラインショップで予約受付がされてるね。で、このモデルだね、イオンオリジナルのメディア対抗ロードスターのデイトナロードスターだね。これは11月24日発売だから、店頭で並ぶかキッズリパブリックで当日予約ができるね。で、このメディア対抗ロードスターっていうのがこれからトミカのシリーズで始まっていくのかな。一応実車を再現したっていうデザインになるのかな。で、次がアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカ、ギリシャ国旗タイプだね。予約開始2時間ぐらいで完売になってたね。だけどこれは発売日当日に店頭で結構入荷されるから手に入るんじゃないかなと思います。で、最後が TNC オリジナルのミシュランモータースポーツトラックだね。これはもうどのお店もだいたい予約受付が終了しちゃってるね。予約開始と同時に在庫切れっていうお店が多かったもんね。で、発売日当日は入荷されるお店も少しはあるんじゃないかな。その辺ちょっとお店に問い合わせが必要かもしれないです。で、これで以上だね。はい、今日は11月発売のトミカを再度チェックしてみました。で、11月は結構いろんなトミカの新商品が出て、これ全部買うといくらぐらいになるかなと思って計算したら1万6000円超えてくるね。結構たくさん発売される月だね。で、この 488GTB の初回版はオークション市場ではもう結構高値になってるね。なんとかネット予約か店頭で並んで買いたいね。で、ネット予約とかはまだ予約復活したお店っていうのがほとんどないから、発売日直前にひょっとしたらトイザラスとかで予約が復活するかもしれないね。で、今週はトイザラスがブラックフライデーの大きなセールをやるので余計手に入れにくいかもしれないね。はい、こんな感じで11月は人気トミカがたくさんあるので確実に手に入れておきたいね。
発売日店頭で並ばれる方は寒さ対策もしていってください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。